速稼塾の久保です。最近ね、私インターネットで中古住宅一戸建てを、見てるんですけども、結構ね安いんですね。土地付きで一戸建て 4LDK、5LDK、 もしくはね2階建て駐車場3台付きとかね、こういう風なのがまあどんどん散見されるんですけども、価格がねやっぱ100万とか200万とか高いなーっていうので350万とかね、で500万とか出したらむちゃくちゃ選択肢が増えるんですよ。これ土地もついてるやつですよ。でそこに家が、そういう立派な家が建つってことは、当時はねそれなりの価格価値だったんでしょうね。これすごいなと思いましてね、すごく楽しく見させてもらってます。ところでね、住宅ローンってなんか今平均完済年齢っていうのが73歳だそうですね。すごいですね。なんかその平均年齢が80歳とか言われてますけども、要するに生きてる限りは家のために金を払えみたいな仕組みになっちゃったんですよね。ちょっと怖いなと思いますね。私も家は持っているんですけども、私の場合一括で買いましたんで、もうローンがないんですよね。今47歳ですけども、48歳にもうすぐなるんですけども、通常この年齢だったらまだねローンの大半が残ってる状態で、まあ家を楽しみながらも家を修理したりね、壁を塗り替えたりとかね、補修しながらリフォームしながら元となるローンも払ってる状態なんで、いかにねこう苦しいことかっていうのは想像できるんですよ。で私はその家にかけるコストがないんで、今ほんと細かいのしかね、だから非常に楽ではあるんですよ。でちなみに私の家は2800万で買ってるんですけども、100万とか200万ではないんですよね。で周りも立派な家がね結構建っていたりとかして、住環境はとってもいいんですよ。いやでもね、これが仮に毎月十数万とかね20万前後のローンがあるとしたら、何ができなくなっているのかなとか考えると、しかもそれが73でしょ、73歳までのローンを覚悟して組むっていうのがすごいなと思いますよね。しかもこの時代に。私はねずっと賃貸派だったんですよね。でプラス独身派だったんですよ。今はその2つが両方とも覆ってしまいました。それは私の収入が覆ったからっていうのもありますけども、やっぱりね家を持ってみるといろんな発想が変わってきますよね。良くなったということでもないんですけども、見えてなかったところは見えてくるかなと。例えば中古住宅っていうのは転売が可能なのかなってことも当然考えますし、ずっと自分のものになるんだったらそれなりの責任を持って住まないといけないなとかね、柱の傷はどうなのかとか、襖障子は定期的に張り替えるなと思ったら買って終わりじゃないんだなとかね。で当然ですよ、家を買うときって中身ガラガラなわけですよ。何もないわけですよ。で絨毯1枚カーテン1枚ないわけですよね。で私は広島市内に住んでた時に持ち物が決して多かったわけじゃないんで、引っ越しの時に段ボールに詰めて運んでくるんですけども、段ボール7個に全部収まりましたからね。引っ越しの費用がなんか6万円とかね、100キロぐらいかけて距離は来たんですけども、2人のサービスマンね、引っ越し業者のサービスマンつけてもらって6万円ぐらいだったんですよ。段ボール7個自分でやれよって話ですよ、すでにまあそんな感じでね、この家に着いた時何もなかったんで、本当にパソコンを設置して終わりだったんですよ。でそれから家具をいろいろと買い揃えていったりとかしたんですけども、今いろんな部屋がねもう結構埋まってる状態で、場合によっては障子や襖を入れ替えたりとかしたり、あと外壁塗装もね200万ぐらいかけてしたんですけども、結構ねだから引っ越した直後はお金結構かかりましたね。だからこれで家も買っていたとなるとやっぱ3000万超えるなと。これはだから相当所得が高い方ではない限りは、ローンっていう選択肢が残るなと思ったんですよね。で私もね別に所得が高かったわけじゃないんですけども、たまたま手元に使えるお金が、あったんで、まあそれをねはたいてということだったんですけども、まあ、何が言いたいのかっていうと、その73歳までのこの現実ですよね。今ローン組んでる方が私の年代も含めて73歳まで平均値でローンを返済することを覚悟しながら住宅の購入計画を立てている、契約を立てているって考えると、私にはちょっとできないかなと。私もね家はね一括だから買ったんですよ。これ分割とかだったらまず私ローンの審査が通らないんで無理だと思います。で通ったにしても
払いていく自信がないんですよ。10年ローンとか20年ローンとか本当に未来が見えないんで、所得もない時期が来ると思いますね、私もね。で、なんですかね、ビッグビジネスをしてるわけじゃないんで大きなマイナスを食らうことはないと思いますけども、非常にすごい背筋が凍る思いがするな。73歳までのローンってのはやっぱり2000万を超えるようなものを買えばそうなるよな。収入とのバランス考えたら支払い期間が長くなるよなと思ったわけなんですよ。で、冒頭の話に戻りますけども、まあ趣味でね、中古住宅をこうやって見てるとあるんですよ、やっぱ100万200万で立派な家が。当然その家だって人が思いを込めて、建てたわけですから、住環境がどうしようもなく変だっていうこと、そんな家はないと思うんですよ。少なくとも転売に、耐えうるような物件だと思いますしね。だから価格がついてるところもあると思うんですけども、100万200万の家があるんだったら、そこに軽自動車とかね、場合によってはバイクとかを入れて通うって手もあるのかなと、職場までね。もしくはリモートワークを選んで、その100万とか200万で買った家から仕事をしていくっていう方法もあって、で、まあこんな世の中になるとね、近くにコンビニの一つでもねありますからね、やっぱり。結構田舎の方でも本当に過疎地の奥の奥だったら今度は家が売りに出てないですからね。だから売りに出るようなところっていうのは、でもコンビニまで20分みたいなところがあったりとかね、駅まで15分とかね、そんな感じだと思うんで、ちゃんと計画を持って生活プランを立てれば、日々の生活プランね、いつスーパーに行って、いつお肉を買いに行ってとか、ああいうことを怠らなければ結構なんか、静かに快適に暮らせるんじゃないかな。しかも広い間取りのところでね、思っちゃったりするんですよね。どうなんですかね。まあ今日はね、私の趣味、住宅、中古住宅の検索を見て楽しむのと、73歳で住宅ローンの完済平均年齢っていう事実をもとに、ちょっとね、勝手な動画を撮って流させてもらいました。いやー、すごいなー、いやすごいなと、いろいろ思うことがあるばかりでございます。それでは眠くなってきました。すいません、失礼します。